より小さい陸上、日本室内選手権、4日、最終日、大阪城ホール。女子100メートル日本歴代4位、11秒36の記録保持者で今夏のパリオリンピック、五輪、出場を目指す金島ありさ、28イコール土木管理総合、が、女子60メートルで7秒54の3位に終わった。鶴田レミ、 26イコール南九州ファミリーマートが室内日本歴代4位の7秒38で優勝。小玉芽衣24イコール水野が7秒41で2位だった。昨年に記録した7秒40の自己ベストにも届かなかった君島は、タイムを見ると、うーん、というのが正直なところ。当初は7秒20代後半から7秒30代と思っていた、と悔しがった。 世界選手権は22年オレゴン大会女子400メートルリレーと23年ブダペスト大会女子100メートルに連続出場昨年6月の日本選手権では2連覇を飾り200メートルは日本歴代3位の23秒17で2冠無理を獲得したそれでもちょっと突き抜けられなかったこのままでは良くないマンネリしているなと思った 知人の紹介で短距離王国ジャマイカへ単身留学を決意。昨年11月に約3週間、今年1月に約2週間、五輪と世界選手権で計4つの金メダルを獲得した男子短距離の英雄、ヨハン・ブレイク、34、が所属するクラブチームで練習してきた。ジャマイカでは腕の振りとか足の運びを特に意識してやっていた。こういうところでやったら出力、スピード、 いつでも高いパフォーマンスを出せる環境だと思った、と本場で刺激を受け、実際に1月27日に60メートルの公式戦にも出場。この日は帰国から5日目での出場となった。結果的には、今回の試合のタイムや状況にはうまく出ていないが、今後プラスに働くようにしたい、と言い,い、3月に3度目の現地入りを予定する。今年は初めての五輪出場のために、 22年にマークした100メートル11秒36の自己ベスト更新が最低限の目標だ。五輪参加標準記録11秒07は高い壁だが、切れればどのタイミングでも切りたい。そこに極力近づけるようなタイムを出していきたいと意気込む。米国人の父と日本人の母を持つ君島は山口岩国市生まれ。 埼玉栄から進んだ日体大時代、すでに全国区の陸上選手だったが、ボブスレイ日本代表として17年世界選手権女子2人乗りで7位入賞となり、二刀流で話題になった。